田民地下像、田民地下法歴12年1月6日は、江戸時代中期の松代藩があろう。百官名は木工、田木工として知られる。幼名は佐吉、通称は雪江。邸宅跡,跡松代藩家老として戦国を治療する、田民清の長男として、信濃国松大城下に生まれる。教法20年に家督を相続。延教3年に家老となる。 松城藩の財政は、江戸幕府に命じられた度重なる、鉄大不信条約などによって、三代藩主、真田公道の時代より、徐々に困窮し、民親が家督を相続した頃には、かなりの財政難に陥っていた。官方二年には、松城城下を襲う大水害に見舞われ、復旧のため幕府より一万両の釈罪を受けた。そこで、五代藩主、 真田信康は故障より登用した、原八郎五郎を過労に抜擢し、反省改革に当たらせた。原は、教法十四年より始まっていた家臣の治療、放禄の半地刈り上げを踏襲し、さらに、領民より翌年、翌々年分の年貢を全労させるという、反省改革を実行した。しかし、これが家臣の反発を招き、 遠京元年に足軽によるストライキという事態となった。法歴元年には原八郎五郎を罷免し、代わって赤黄藩浪人と称する田村藩栄門を買って方として飯抱え、財政再建に当たらせた。しかし、請求な改革は農民の反発を招き、同年には田村騒動と呼ばれる藩内発の一揆が起こった。田村は同年に失脚した。 原や田村の時代、贈賄を行った者には、納税がめこぼしされたり、商人からの寄付の一部を横領したりするなどの汚職が横行した。彼らはこれにより失脚したが、汚職の横行により、藩内の風紀は乱れていた。法歴2年に、信康の死に伴い藩主となった、真田幸弘により、民親は法歴7年に、勝手方、雇用検体に任ぜられて、 反省の改革を任された。民語屋は、雪広から、国元の聖堂は心いっぱいにと全権を委任され、過労以下の藩士にも、民語屋に従うという誠司の提出を求めた。一方で、巨モ申すまじくこう、申したること再び返害致さずこうと自らも理し藩士だけでなく両民とも直接面談して、反発を受けずに改革を進めるよう配慮した。 反省自体はおおむね原八郎五郎の政策を踏襲し、多少の手直しを加えたにとどまったが、失踪倹約を励行し、贈収賄を禁止、不公正な民生の防止など全藩主時代に緩んだ、後期の粛清に取り組んだ。年貢の全能や御用金負荷を廃止し、酵素の大能を生産し、新たに年貢上能を容易にする月割上能制を導入した。 さらに山野や荒れ地の新規開墾や植産工業に力を入れた。また、法歴8年に、藩校、文学館を開き、文部の鍛錬を奨励した。逼迫した、犯罪性自体は改善しなかったが、民小屋の取り組んだ、公正な政治姿勢や、文部の奨励は、藩士、領民の意識を改革した。法歴12年正月、病を得て死去。去年46。 彼の意思は、藩主、雪弘や、民王屋の妻の弟である、餅月次部左衛門のにより受け継がれた。後世の松代藩主、馬場正方によって書かれたとされる、日暮れ硯は、藩地刈り上げを廃止したなどと、民親の人生を称えた著書である。しかし、藩地刈り上げは、民王屋の時代はもちろん後世まで続いており、この著書の内容には客色も多く見られる。 母書は、藩主真田だけの母大寺長国寺の境内にある。大正七年に、聖護位を依存された。浅野家の家老であった、大野ともふさの子、ダイヤ右衛門と同一人物とも言われる。川口須城、江戸諸藩中高のソピー36から38、ISBN4 から309224253。田尻左辺。 増意主権現像保番上特使増意年表 B45 ありがとうございます。